true translate to a place where I lost my place。 はい、こんにちは、カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日は医療センター受診日だったんですけれども、まあ、プレドニンがですね、前回5ミリから4ミリに減っていたんですね。で、この辺がこう、境目で5から4に減ると結構調子崩すことが多かったんですけれども、今回もやっぱりダメでした。で、その、薬を減らしたのがダメだったのか、もしくはこう、連続勤務とかがずっと続いていたので、こう、仕事が忙しくて疲れてダメだったのかっていうのがちょっと原因としてははっきりわからないんですけれども、まあ、とりあえず調子が悪い。で、食事がなかなか取れない。で、体重も落ちている。で、胸の使い感も結構強くなって、痛みもあるんですよね。で、お腹の使い感もある人で痛みもある。で、お腹が下痢するっていうのも、こう、一日何回か繰り返すような状態と、一番耐えられない、もうご飯が食べられないとかもお腹が空いてるの我慢すればいいですし、痛いのも我慢すればいいんですけども、疲労感がもう我慢できないんですよね。こう体が動かないっていうのはちょっと本当に困るので、まあ相談したら、もう今回はじゃあまたプレドニンを元に戻しましょうっていうことで、まあ5ミリに増やして仕事を減らすようにっていうことで指示を受けました。まあその仕事を減らすようにがなかなか難しいんですけれども、こうまあ難病の治療と仕事と、まあ、プライベートとみたいな感じで、こう、バランスを取るのってすごく難しいなっていうのを、まあ、調子が悪くなるとね、すごく感じています。ただ今日はですね、まあ、受診前、その、ご飯を食べてきつかったんですけれども、まあ、天気も雨ということで、なかなか、タイミングうまくいかんなと思ってるんですが、まあ、それでもですね、ちょっとドライブしてきました。で、なぜかというと、病は気から、っていうので、まあ気分が落ち込むとさらに体きつく感じるんですよね。なので僕の場合もう車の運転大好きですし、こうカメラ片手に写真を撮るなんていうのも大好きなので、まあちょろっとね、アジサイでも見に行こうかななんて言ってきたんですけれども、なんとですね、真っ白、何も見えないっていう状態で、まあ雲の中を走るような状態でしたから、まあ仕方がないかなという気がするんですが、まあそんな中でも今日家を出るときに、まあ子供にちょっと言ったことなので自分も守ろうと思ったんですが、楽しむと決めてから行動する。っていうのを子供に今日ちょっと話してたんですよね。だから僕自身ももう今日は一日楽しむと決めてから行動しようと決めていたので、まあドライブ雨が降っていても楽しむ。で、もう何も見えないけど真っ白でも楽しむ。もうとにかく運転を楽しみながら写真をちょっとでも撮れればいいやっていうことで、まあ行ってきたらちょっと気分転換にもなりましたし、まあ、普段仕事してる時はちょっと元気かなっていうことで今日こうやって動画撮影することができてるんですけども、最近ではですね、この喋るっていうのはちょっとしんどかったんですよね。なのでまあ F1 のネタばかりで、ドライブも行けてなかったので、その車の動画も作れないっていうような状態でしたから、なかなかこうね、こう息抜きができなかったんですが、まあ、連続勤務がようやく終わって病院受診ができて、まあ来週からは少し休みが増えるといいかななんて思ってるんですが、まあ、休みの日に限ってこう呼び出しの電話が鳴ったりっていうのが、まあこの業界のまあよくあるあるなので、まあ仕方がないかなと思っていますけれども、まずは健康第一ということで、体調を整えるということがすごく難しい気はするんですけれども、まあ難しいからって言って諦めてしまったら自分の体なのでどうしようもないですから、こう、頑張りすぎないけど諦めないというのが僕の中の一つの目標ですし、まあ今日、その、楽しむと決めてから行動するっていうのも、ちょっと忘れてたことなんですよね。だからもう楽しむっていうこと自体を余裕がないとついつい忘れてしまうので、もうしばらくはね、楽しむと決めてから行動するっていうのを思い出したら、それを、実践してみようかなと思っています。皆さんもね、この動画見に来てくれる方、F1 楽しんでる方とは別に、こう、病気の方っていうのもたくさん来ていただいているので、この楽しむと決めてから行動するっていうのは誰でもできることなんでしょうけれども、結構これが難しい。で、意識してないとすぐ忘れちゃうんですよね。だから僕自身も失敗しながら、ちょっとでも上手になれればなと思っていますので、皆さんもね、何かこう、上手な過ごし方みたいなものがあれば、ぜひぜひ教えてください。ということで、今日はね、ちょっと治療うまくいかずにプレドニン増えちゃいました。ということで、カズヤの孫でした。ありがとうございます。失礼します。